ハズレ馬券も全て経費に見なされるなんていう判例も出たりとかしていて、これはもう最高裁まで争って確定してるわけですけれども、インスタントジョンソンのジャイさん、僕もあの個人的にも親交あるんですけれども、彼がですね、馬券で儲けた、特にね、6000万円、儲けたお金をですね、税金が取られてですね、家が建つぐらい、マンションを買えるぐらいの、お金がですね、税金で持ってかれたということに関して、まあ破産をしたなんて言ってましたけど、実際には破産をしてなくて、借金をして、その税金分を払ったってことなんですけど、まあやはりこの制度っていうのは非常に問題があるということで、彼はですね、国税のその不服仕立てというのをやってですね、税金は一応納めてますが、この税金に関しては異議があるということを弁護士さんと一緒にですね、訴えるということをやっていくようです。まあこれに関してはですね、農林水産省が所管する JRA とか、地方競馬全国協会、NAR とかですね、そういったところのいろいろな問題があるわけですけれども、まあ、実際ですね、馬券で1000万円当たったと。しかしながらですね、その時に同じレースでめちゃくちゃかけてたという場合にですね、その1000万円は当たった馬券の経費以外は取られないみたいなことを言っていてですね、それは国税の言い分なわけですけれども、まあ、しかもですね、それが日本の、まあ、税制で言うとですね、40万円か50万円を超える額がですね、一時所得だったり、課税所得だったりになってですね、まあ本当下手すると、半分近くが持ってかれる。しかも 25% 転引されてる。これ重要な問題点としてですね、JRA とかですね、NAR、要は中央競馬、地方競馬とかで勝った馬券のですね、20% から 25% はですね、控除されてるわけです。つまりそれ国庫に納付されていて、まあ、税金のようなもんなんですね。で、その後の税引き後のお金にですね、さらに課税されてる。二重課税であるっていう、もちろん論点もあるわけで、まあそれは憲法違反だと。課税を二重にするのは憲法違反だとか、そういった多分論点も出てきていて、まあこれまでも判例として、継続して、なりわいとして、業としてですね、競馬をやってた。例えば自動馬券ソフトでですね、ずっと馬券を買ってたケースとか、そういった場合はですね、外れ馬券も全て経費に見なされるなんていう判例も出たりとかしていて、これはもう最高裁まで争って確定してるわけですけれども、結構この辺がグレーゾーンになっていてですね、今回のジャイさんのケースはですね、もしかしたら競馬のいわゆる二重課税的な問題っていうものをですね、解決する糸口になるのかなと思ってます。これまでこういう問題がですね、あんまりクローズアップされてこなかったのはネットで馬券を買えなかったから。今ネットで馬券買えるんで、口座から簡単にお金を移動して、しかもそのウィン5みたいな、まあ、例えば1000円投資したらそれが何百万円にもなるみたいな馬券もあったりとかするんで、そういうようなことが行われてきたからこそこの馬券への税制の矛盾っていうのが出てきた。これは浮き彫りになった。まあ、ここで、まあ、ジャイさんっていうね、馬券がめちゃくちゃうまい人がですね、めっちゃ儲かったんだけど、税金で赤字になりましたと。これじゃ夢ないよね。これ矛盾してるよね、みたいなことをですね、社会問題として問うっていうのは、まあ、ありなんじゃないかなということで、ジャイさん、頑張ってください。いってらっしゃい。